帝京平成大学4年フォワード加藤の伊佐です。今日の試合では先制され追いつかれるなど難しい試合展開になりましたが、最後に勝ち切ることができて良かったです。次節も勝ち切りたいと思うので応援よろしくお願いします。